ここは行け。なんで？なんで？わーい！ MCN ズズルズルズ。わーい！僕フォルテ。おはようございますちょ。4K フォルテです。4K ということはどういうことでしょう。iPhone じゃなくてビデオカメラで撮ってみました。本日はやっていきたい企画がございますちょ。皆さん覚えてますか？木枯らしって曲。この曲があったんですけどもね、まあ、僕やるやる言って早半年が経ちました。これはねやるやる詐欺です。申し訳ございません。しかしまあちょこちょこ練習してますよ。でもやっぱりね、あの演奏会とかまあいろいろ忙しくて、思ったよりもなかなかね思ったように練習ができなく、まあサボってました。しかし昨日、ちょっとね、1時間ほど、ちょっと時間を、ピアノ、この木枯らしの時間を作って、メトロノームとか、まあ、いろんな練習法をしてみたら、開眼したんです。シャリーンって言ってね。めちゃくちゃ速いスピードで弾けるようになりました。で、結構、上手になったんじゃないかなと思います。まあ、なりました、上手に。というわけで、それを聞いてもらえたらなと思いまっちょ。まあ、あともう少ししたら収録は多分できるんだけど、ちょっと大人の関係、いや違う、大人の関係だけど、大人のうち、間違えちゃった。あのね、収録をするっていうのが結構大変なんですよ、思ったよりも。今はちょっとできてないです。しかし、まあまだできるレベルではないので、まあ許してください。でも結構上手になったので、それを聞いてもらえたらなと思います。いきます。もうここ一番簡単。楽じゃん。ほら楽ちん。ああ楽。ああこっから恐怖。でも早く弾けるんだったよ。聞いとってね。いくよ。はい。何がダメだったんだ。原因究明。いや、弾けてたんですよ。これは、なんでだ。くっそ、悔しいね。なんで、ちょっと丁寧に。
しかった。なんでこの動画を撮ろうかと思ったかというと、この動画を撮影する前に、まあ昨日弾いた段階ではめっちゃ上手だったんですよ。それだから撮ろうと決めました。しかしこれなんか許されるべきレベルではないな。どうしたんだ。今日の動画どうしよう。俺弾けるようになったっていう報告をするつもりだったんだけど。え？いや、かなり上手になってたんですよ。ちょっと待ってね。まあ弾けるから、弾けてたから、その予定で撮影を今してたんですよ。しかし人間っていうものは不思議、弾けなくなってる。これはもしかしたら人間のせいではない、ショパンのせいかもしれない。こういう企みでエチュードを作ったのかもしれない。前の日には弾けてたのに、次の日になったら弾けなくなる練習曲を書いたのかもしれない。信じるかしなし。勝てた勝てた。というわけでね、僕としてはめちゃめちゃ上手になったっていう報告をするつもりだったのですが、このタイトル、動画変えさせていただきます。昨日はすごく上手に弾けてたのに、これなんていう症状っていうタイトルと動画にさせていただきます。申し訳ございません。
見てくれてありがとね。よければグッドボタン押してって、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ボスマッチョ、マッチョマッチョマッスルボー、マッチョ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 。